こんにちは、まさに6494です。今回は星のドラゴンクエストのイベント FF レコードキーパーコラボイベントですね。やっていきたいかなと思います。まあ、ちょくちょくですね、暇の時に低レベル級、初級とか、超級とか、その辺はちょくちょくクリアしていって、で、まあ、こんな感じで、なっているので、まあ、それをですね、ちょくちょくやっていきたいかなと思います。これがパート1ですね。パートいくつで終わるか、わかんないですけど、とりあえず、やっていこうかなと。できる限りね。演出というか画面がかっこいいですね。おい、電気工場。やりすぎるとちょっと危ない。やべ。おっつつつつ。やばい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 。あれな、やめて。瞑想。やめて。おっつ。おっつ。おっつ。呼ばなきゃ。なんだろう。さあ。やべえ。やべえやべえやべえ。次の攻撃がやべえ。やべえ、これ大丈夫か。うわ、次やべえ。うわー、台無しんだ。おい、おい、おい、おい。生き返らせと言っても全体攻撃やばい。頼むぜ。やべえやべえやべえ。サクサク。きた。終わった。これバックドラフトなし。危ねえ。アリーナお亡くなりになったけど一回。結構強いよね。全滅はさせられなかった。このクリスタルでアイテムがもらえるみたいですね。あ、伝説は残しとこうか。リヴァイアさんも結構なんか映像的にかっこいい演出っていうか、すごい波がすげえっていう感じ。
なんかすごいですね、映像というか。こんなやつに海で出会いたくない。マリーナ HP が低すぎるのは問題だな。ゾーイ回復もいけるのか。ブリザーが痺れちゃって、タイダルストリー、おいおいおい、やばい、ルーマラすげえ、うおやばい、壁を見て転んだだけだった。結構ね、どうぞ、まあ、聞くな。ルーマラ二つ持ちすげえな、いいね。出たーい。フリートより優しい感じがする。しびれちゃって、タイダルウェイク、この波すごいね、いいですね。すっ転ばすためか。ゾーマボン、攻撃に転じる。きた、ラストビギラブ。イフリートのカウンターよりかはやりやすい。ゾーイさんが強いっていうのもあると思うんだけど。よし、アレクサンダー最初からやってないこいつは。てか今の季節水着は寒いだろう。良さそうだ。よかった。もう10だから誰でもいいんだけど、あ、兄ちゃん。かわいい。かわいいですね。中国系かな。遺跡みたい。ザナルカンドだ。終わりや。
みーちゃん上級。強そう。HP 高えな。多分最後まで行くんじゃないか。絶対行く。はい、ということでですね、スタミナがこの時点でなくなったので、回復次第、引き続きこの動画の続きで出したいかなと思います。ちょうどレベルが上がるという。はい、ということで引き続きご覧ください。はい、こんにちは。ということで引き続き FF レコードキーパーコラボイベントやっていきたいかなと思います。オンしているのに現れないとは。コリンさん行きましょう。さあ、カウントダウンってやばそうだな。一人にダメージ与えすぎだぞ。やばそう。
何も危なげもなく倒したけど。多分伝説級のみかな、全部。なのでフリーと伝説級いきましょうか。ちょっとここはある程度強い方じゃないと厳しそう。でくいな、でくと。ハットドッグ。HP 高いな。おい、え、え、ちょっと待って、ちょっと待って、多分おかしいだろ、バカなの。やべえ、せっかく生き返ったのにな。2発目発動。やべえ、すげえな。あれあれ、死ぬ死ぬ死ぬ。舐めるだよ。グレートパンチ。
で負けた。マジでか。つえー。ちょっとイフリートつえーな。舐めるなよ、若い人。やべえ、やべえ。つ、つえぞイフリート。舐めるなよ。え、待って、フックされてなかったぞ。アリーナ。そろそろ空気読め。お前もう空気読めよ。終わりで終わり。店じまいだよ。終わった。強すぎたな。20体以内なんだ。ありがてえ。スタミナ的に無理だよね、最後。OK。ということでですね、スタミナが回復次第また、引き続きやっていきたいかなと思います。では、引き続きどうぞ。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。